いよ本当のリミットを迎えたようだ。後で話があるから女の子が帰っても残っていてくれたまえ。プロデューサー、僕たちって本当に息ぴったりですよね。そうですよね。こんなに約束を守ってくれるプロデューサーどこにもいませんよ。僕、プロデューサーがプロデューサーで本当に良かったです。さて、実に言いにくいのだが、このユニットのプロデュースは予定通り次回で終了してもらう。今まで本当にご苦労だったね。ここまでのアイドルを育て上げるとは予想以上だった。君はまだ続けたいかもしれないね。でも私はその力でまた新しい芽を育ててほしいのだよ。というわけで次回はお別れコンサートを行ってもらう。コンサートの結果でファンから君と女の子への最後の評価を下してもらうのだ。では次回の朝に君から女の子にこのことを伝えたまえ。最後まで頑張りたまえよ。今の僕はやる気がはち切れそうなんです。だから次のプロデュースも急いでやりたくって。次はいつにしますか？やりー、ありがとうございます。うー、待ち遠しいな。それじゃプロデューサー、またよろしくお願いします。おはよう。いつも通りとはいかないだろうが、残り時間を全力でプロデュースしてくれたまえ。しかも実は僕も最近甘えすぎかなって思ってたんですよね。まさかもう引退しろって言ってるわけじゃないですよね。はあ、でもファンのみんなは怒るだろうな。突然バイバイなんて言われたら。もうそこまで考えてるってことはプロデューサー大まじなんですね。どうしてもここでバシッと仕切る気ならラストライブは絶対にやりたいです。